あ、でもですね、ドラゴンゲートの名古屋大会後の展開予想ユニット編ということで、そちらの方をやっていこうかなと思いますね。まあ、と言っても名古屋大会からね、もう1週間、約2週間近く経っておりますが、まあ一体どういうふうに動いていくかですよね。まあね、先日の後楽園とかも含めると結構ね、変わってくるもんがあるんじゃないかなと思いますね。はい、まず最初に、トライブヴァンガード。トライブヴァンガードはですね、まあ一致団結しまして、今いるメンバー、ヤマト、ハルク、マリア、フラミータ、ユーティー、カゲトラ、そしてカイというふうになってるんですけど、まあ予想ではないんですけど、ここは。でもやっぱここはね、一つ気になるポイントやと思いますね。まあ仮にもハルクが復帰した時にカイがまだトライブヴァンガードにいるならば、まあこのハルクとカイの関係性が一体どうなっていくのか。やっぱりハルクはね、カイに欠場に今追い込まれましたから、その辺がちょっとね、このカイのトライブヴァンガード入りは納得しているのかどうかっていうところですよね。なんでその辺がちょっとね、今後もしハルクの復帰するのにおいて、かなり重要なポイントなのかなと思いますね。はい。で、こっからが予想になってくるんですが、一つ目、まあ、メンバーとしての変、メンバーの変動のね、予想はね、やっぱり、UT の脱退じゃないかなと思いますね。まあ、これはちょっと理由がありまして、まあ、あとあと言いますけれども、まあ、UT の脱退、もしくは、これどっちかかなと思います。まあ、解散。ドラゴンゲートで言えば、ほぼ年一の確率で解散マッチが行われて、何かしらのユニットは必ず一つね、一年に一回消滅しているので、まあ、そろそろ解散マッチ行われるんじゃないのっていうので、まあ、トライバンガード。まあ、もうなんだかんだね、今3年、まあ、もう丸々3年ぐらいですか、今、ちょうどね、トライバンガードは。なので、まあ、ぼちぼち解散になってしまうのかな、というふうにも思いますね。はい。なんで、まあ、トライバンガードはこんな感じですね。続いて、マキシマム。マキシマムは、まあ、もう一致団結して、ね、今いい感じですが、まあ、これはね、近いうちにっていうわけではないんですが、まあ、半年から一年ぐらいの間にかけて、まあ、石田離脱っていうのがあるんじゃないかなと思いますね。マキシマム、ビッグベン抜けましたよね。で、次は石田も抜けるんじゃないかなとかね、そういうふうにも思いますね。なんでもうなんかオーバージェネレーションみたいな感じになり、石田が抜けてしまったらね、なんか若手がどんどん抜けていくみたいな、ね、感じにはなってはしまうんですが、ちょっと石田が抜けるんじゃないかなと。まあ、これもね、ちょっと、おいおいね、理由は説明しますね。はい。そして、ナチュラルバイブス。ナチュラルバイブスに関してはもうね、完成されている感がありますよね。ユニットとしては。まあ、ダンスもそうなんですけど。なんで、メンバー入る余地がないんじゃないかなと。なんだかんだこの5人が一番安定、今、ナチュラルバイブスね、安定してるんじゃないかなと。まあ、もしかしたらこの5人で誰かがね、まあ、離脱とか、そういう風になってしまった場合、まあ、誰か入ってくるっていうことはあるとは思うんですけど、まあ今、現状5人のままで行くんじゃないかなと思いますね。はい。で、続いてが、まあ問題の RED ですね。RED。まあ、弁慶追放したばっかりなので、この直近では多分なんもないとは思いますが、まあ、唯一あるとすればパックの脱退。これはまああるんじゃないかなと思いますね。まあ、ストーリー的にっていうか、まあ、諸事情的な問題になってくるとは思うんですけどね。はい。で、新メンバーですよね。この新メンバーが先ほど離脱するんじゃないかと言った石田が入ってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、そろそろ石田のヒールっていう感じ。もうデビューして4年近く経ちますからね。石田がヒールになるんじゃないかなと思いますね。はい。まあまあ、ずーっとエータがリーダーっていうわけにもいかないじゃないですか。なんでね、まあ次世代のリーダー候補として石田がこう入ってくるっていう感じですね。はい。まあ、RED のメンバーはこんな感じかなと思います。そして続いて、望月道場なんですが、望月道場はまあまあ、これからデビューする選手が入ってくるんじゃないのっていう感じですね。これに関してはね、まあ特にないかなっていう感じですね。やっぱコンセプトがコンセプトなんでね。もしかしたら他の3選手も抜けるっていうね、可能性もあるかもしれないですね。はい。そして続いてがストロングマシーン軍団。まあこれはもう変わらずでしょうね。まあやっぱストロングマシーン J を立たせるためにいるのがまあ F と G っていう感じなんで、まあ、特にメンバー入るっていうのもないし、抜けるってこともないんじゃないかなと。ね。思います。
まあ、強いて言うならば、もう一人ぐらい若手選手が入ってもいいような気はするんですが、まあ今 J をちょっと絶賛育て中っていうのもあるので、ここは慎重にこの3人でやっていくのかなと思いますね。はい。で、次なんですよ。これ結局ここなんですよね。新ユニットが、まあ、結成されるんじゃないのというふうに言われております。ね。その新ユニットのメンバー、誰なのかっていうところなんですが、まあ、まずは、俊、弁慶。まあ、ここも硬いですよね。もう、ほぼ格と言ってもいいでしょう。この二人っていうのはね。で、結局は他三人なんですが、まあ、だいたい五人ぐらいかなっていうので、まあ、他三人はですね、まあ、確かにね、ユニットっていうのは、まあ、中堅レスラーって結構安定感のある、バランスの取れる選手が一人絶対いる。みたいなね、ほぼほぼ原則でね、あるじゃないですか。トライバンガードやったら、まあ、影虎とかね、まあ、マキシマムやったら、まあ、もう、土井義とかキッドとかその辺ですし、ナチュラルバイブスなら堀口進とか、ね、RED とかになってくると、まあ、神田とか吉田とか、ね、その辺のバランスのうまいこと取れる選手が欲しいという感じにはあるんですが、このユニットに関してはできればね、新世代っていうか若手、うん。のみのユニットにしてほしいなっていうのがあるので、まあ、俊弁慶確定。で、3人目が UT。そして、先ほどトライバンが抜けるんじゃないかって言った UT。そして、ドラゴンダイヤ。4人目ですね。まあ、これも入ってくるでしょうとね、思います。なぜ、望月道場に入らなかったのかっていうのがね、このユニットに、新ユニットになるんじゃないかなと思いますね。で、今現在、欠場中で、いつ復帰するかとか、一切まだ発表のないシーバー王子。この選手も入ってくるんじゃないかなと思いますね。なんで、まあ、この5人で新ユニットっていう感じになるんじゃないかなと思います。なんで、まあ、バランスを取るっていうのも UT の役目に乗るんじゃないかなと思いますね。C って言うならばね。うん。まあ、でも UT にももっと頑張ってほしいっていうのがあるんでね。ここのポジションなんじゃないかなと。思いますね。はい。ということで、まあ、今回は、名古屋大会後の展開予想ユニット編ということでね。一体誰がどう動いていくのか。ここが今後はもう、やっぱりね、ものすごい、注目なところだなと思いますね。はい。ということで、まあ、今回この辺で終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと、リクエストが多いのとか他にもね、こちらのね、何がね、こちらの動画のね、コメント予想とか何かあったらよろしくお願いします。ということで、今回これで終わります。Thank you.